はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタンキムラです。今日はですね、タワーウトル利用編、究極こちらのフロア4ですね、攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。では見ていきましょう。まずはリーダー高太郎ですね。拡散ヒール、トレードパワー、シルバーフェイクアイコンをつけています。続いて猫尻ですね。身がない、怖くないぞ、死神の世界、募る思いをつけています。そして、トタロカケタロですね。運命の宿敵、完全生物、ファイアーボムをつけています。スタンバイにはセロハンですね。やよ安心なだけでして、スタクルの忍者をつけています。そして、フレンド、ゲストはですね、Fメガテレンスですね。こちらを連れていきます。はい、では参ります。猫爺はね、完全なゲージ要員として連れて行っております。そして高太郎がメインアタッカーで CS ばかりをしています。はい、 CS で倒せました。さあ続いてはゲージが止まったので CS ですね。はい、倒せました。さあ第2ラウンドですね。第2ラウンドは誰が固められるか。小太郎ならいいですね、大丈夫です。じゃあこのまま気にせず行っちゃいましょう。ちょっと場所が悪いのでこの辺に来ておきましょう。回復輪が、ちょっと出てますね。良かったです。そしてこれは痛いかもしれない。ちょっとやってみましょう。回復瓶を取りながら強引にいきます。テンヒットカウンター、浴びてるテンヒットカウンター、浴びてる、強引に、なんとか倒すことができました。はい、無事倒しました。そして第3ラウンドですね。第3ラウンド、マッシュボーイですね。さあ行きましょう。回復を取ることができず、つらい、つらい状況です。さあ今度は、出てきたのがCS 封印ですね。 CS 封印が出てきたのでバニラアイスにカウントアップをさしておいて、今度はキラじゃないですね、高太郎ですね。高太郎でチリと倒しておきます。そしてバニラアイスがテレンスを倒していく。パリーンと倒れていきました。さあ回復しました。今度はですね、猫尻できっちり倒していきましょう。はい、倒れました。第3ラウンドクリア。続いて第4ラウンドです。電柱が怖いので早速電柱を破壊しておきましょう。そして、ちょっとばらけさせるために移動して、固まってしまいましたね。さあそしてシーザーがどこにいるか、シーザーの位置で決まってしまいます。シーザーが怖い。さあ今度は、ファイアブームへきちんと消していきます。そして CS ですね、 CS 発動です。はい、倒せました。でゲージが没収されてゼロです。そしていよいよ最終ラウンドですね。5ラウンドです。ゲージを没収されてますが、いろいろあるおかげで4ゲージギリギリ溜まります。では、CS いきましょう。ではこれでね、もう倒
ってましたね。錯乱に入ってしまったので、走り切るまで見守るだけですね。もう錯乱入っちゃってるから長いですね。長いです、本当に長いです。どうしようという感じぐらいの長いですね。本当に、終わるまで見てるしかない状態ですね。しばらくご覧ください。あ、終わりましたね。はい、無事クリアすることができました。ありがとうございます。続いてはですね、フロア5ですね、最終フロア攻略していきたいと思います。最後までご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いて、最終フロア5ですね、攻略していきたいと思います。ではラーサム。